ビリアナ・プラブシッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人政治家であり、大学の生物学教授。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷によって、戦争犯罪の罪で訴追され、2003年6月26日より、スウェーデンの刑務所で6年半ほど服役した。プラブシッチは1996年から1998年まで、スルプスカ共和国の2代目の大統領を務めた。 プラブシッチは政治家としての活動を始める前は生物学を教えていた。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷は2001年、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の間に起こった戦争犯罪でプラブシッチを起訴した。プラブシッチはビクティとの司法取引に応じた。ボスニア・ヘルツェゴビナの行為のセルビア人政治家として懲役を言い渡されたことのほかも、 彼女はボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中での過激な民族主義的言動で知られており、セルビア民主党に反発し、後に人道犯罪への後悔から、行為の政治家としての戦争犯罪の指導者責任を認めた。紛争中の1992年、プラブシッチは殺害された、母子虐人市民の遺体の上を歩き、ジェリコ・ラジュナトビッチにキスをする姿が撮影されている。プラブシッチは、 セルビア民主党の一員であった。彼女は、ボスニア・ヘルツェゴビナの大統領評議会で、初の女性メンバーとなり、ボスニア・ヘルツェゴビナで、初の複数政党制による選挙が行われた1990年11月18日から1992年4月まで、務めた。1992年2月28日から1992年5月12日まで、プラブシチは、 ボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア人共和国の二人の暫定大統領の一人となった。その後、彼女はスルプスカ共和国の二人の副大統領の一人となった。1992年11月30日頃から彼女はスルプスカ共和国軍の最高司令官となった。プラブシッチは紛争中の過激な言動で知られており、1992年4月にはビエリナに アルカンことジェリコラジュナトビッチと共に現れた。セルビアの大統領スロボダン・ミロシェビッチが、バンス応援は平安に賛成したことに反発して、プラブシッチは、ミロシェビッチとの握手を拒否し、ミロシェビッチを、セルビアの売国奴と呼んで避難した。セルビアの極右政治家である、ボイスラブ・シェシェリは証言の中で、彼女は過激だ、非常に過激だと述べた。 プラブシッチはその激しい過激主義のため、セルビア人の女帝とも呼ばれる。1995年にデートン合意が締結されると、ラドバン・カラジッチはスルプスカ共和国の大統領の座から追放され、プラブシッチがその後継として、セルビア民主党のスルプスカ共和国大統領候補となった。ボイスラブシェシェリは、ミロシェビッチの裁判の中で、 カラジッチがプラブシッチを後継に指名した動機について次のように説明している。紛争中、彼女は非常に過激な立場にあり、私にとってさえ我慢のできない過激主義者であって、セルビア民族主義者を辞任する私をも困らせた。彼女はアルカンと彼のセルビア義勇親衛隊をビエリナに呼び寄せ、アルカンの義勇親衛隊がビエリナとその周辺での活動を終えた後もアルカンを、 訪問し続けた。ラドバンカラジッチは彼女がすべてにおいて自分自身よりも過激であると信じていた。西側諸国の指導者たちが何としてでも彼を消し去ろうとしていることが彼女により大きな問題をもたらすことになると彼は考えていた。ラドバンカラジッチは彼女が最後までその過激な愛国主義の立場を貫き通すと信じた。しかしながら 彼女が大統領に選ばれてから数ヶ月後、ビリアナ・プラブシッチは、西側諸国の指導者たちの影響下で、政治志向を180度転換し、その政治方針を変えた和平合意が結ばれてから、スルプスカ共和国の孤立が深まっていったため、プラブシッチは、彼女のセルビア民主党時代とは断絶し、新たにセルビア民主同盟を結成し、スルプスカ共和国議会にわずかに議席を持っていた。 独立社会民主同盟の議員ミロラド・ドディクを首相候補とした。これがスルプスカ共和国の政治変革の始まりとなり、また国際社会への協力の始まりとなった。プラブシッチは1998年の大統領選挙でセルビア民主党とセルビア旧進党の統一候補に敗れた。プラブシッチは政党連合スロガの候補であった。プラブシッチの政治経歴は 低迷を続けたが、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に訴追されて、完全に終わりを迎えた。プラブシッチは、刑務所に服役している間に、証言と題された本を出版した。この本は、紛争下にあったスルプスカ共和国での政治家としての、日々について様々な角度から、明らかにし、特に当時スルプスカ共和国大統領であったイクティの、 もう一人の被告ラドバンカラジッチに暗い影を落とした。プラブシッチは、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷によって、モムチロクライシュニク、ラドバンカラジッチとともに、生存不可能な状況を作り出したこと、迫害と恐怖の戦略によってヒセルビア人が地域を去ることを余儀なくしたこと、それでも去らない住民を強制移送あるいは絶滅させたことで訴追されている。 ビリアナ・プラブシッチに対する基礎事実は次の通り、プラブシッチは2001年1月10日にイクティに自首し、9月6日に仮釈放された。2002年12月16日、プラブシッチはイクティと司法取引を行い、一件の人道に対する罪を認め、戦争の指導と市民に対する攻撃を指導したことについて深い反省を表明することと引き換えに、 検察側は二つのジェノサイドを含む、その他六件の基礎を取り下げた。プラブシッチの声明は、セルビア語で読まれ、罪状を認める自白を繰り返した。その中で、彼女は、ボシュニャク人やクロアチア人に対する蛮行を認めることを拒み、セルビア人は生存のために戦っているとする主張を疑うことなく信じたと話した。プラブシッチは2005年、バニアルカのテレビ局、ゼー、 アルターナティベなテラバイジーヤに対して、それは嘘であったと話した。自分に有利になる証言をすることができなかったためとしている。プラブシッチは、懲役11年を言い渡された。彼女は2003年6月26日より、スウェーデンのオレブロ県、フラビにある女子刑務所、ヒンスバーグで服役している。刑務所内での行いが良好だったため刑期が短縮され、 2009年10月27日に釈放された。ありがとうございます。